日本人の寿命が100歳を超える時代を見据えた番組金融経済教育人生100年時代の投資教室です第16回目となります今回は分散投資の効果と題しまして柴田光弘シニアストラテジストが解説します柴田さんよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします さて今回のテーマが分散投資の効果ということですねはい、えー、まあ投資の格言にはですね卵は一つのカゴに盛るなというものがありますまあ、これはですね卵を一つのカゴに入れておくとまあ、カゴを落とした時に全部割れてしまうとですけれども複数のカゴにこう入れて分けておいておけばま一、あ、つカゴを落としてしまったとしても他のカゴの卵は割れないと、うん いう意味ですね、はい、でこれ投資の世界でも同じでして、まあ、1つの資産や銘柄に集中して投資してしまいますと、まあ、その資産に何かあった時にこうダメージが大きくなってしまう可能性がありますなので特徴の異なる資産にこう分散することで運用成果ですね全体の運用成果を安定化を図るということがまあ重要だということですね、はい、では実際に分散投資をするとしますとどのように考えたらいいでしょうか はい、えー、まずはですね値動きが違うもの同士をこを組み合わせて投資をするということがポイントになります、はい、で例えば次の図表をご覧いただきたいんですけれども、えー、国内株式とこれ金ですねこちらの金の先物この2つにまあ分散投資した場合で値動きを考えてみます、えー、国内株式はです、ね、一般的に景気が良くなると、まあ、企業の業績伸びやすくなりまして上昇しやすい投資対象だと思います 一方で金の先物というのは、まあ、有事の金買いと言われることがありますように、まあ、景気が不透明な感が出た時などにその相対的に価値が高まりやすい傾向があります。つまりまあ国内株式とと金の先の先物いうのは、まあ、違うは違タイミングで動くと思われますでこの図を見ていきますと、まあ、直近はですね国内も金も両方上がってたりしますけれども例えば2020年の頃。 この辺りは国内株が上がる中で金は上昇しているということで逆の動きが出ているという形です。そしてまあこの2つの資産に分散することで図表で言えばこう赤い線ですねちょうど真ん中のところこう1つの資産に中集中するよりもこう価格変動を抑えつつですね相応のリターンも得るという結果が出ているかと思います。またまあ今回分かりやすくです、ね、これ2つの資産で分散しているのでちょうど真ん中のを取っていく動きになっているんですけれども。 これ3つや4つに分散することでより安定化することもできます。ただまあ注意したいのはこう同じような値動きをするもの同士で分散した場合はですねこういった狙った分散効果を得られない可能性もあるのでその辺は注意が必要だと思います、うん。その同じような動きをする投資対象の組み合わせを避けるにはどううししたらいいでしょうか、はい、そ,うそれぞれのです、ねうん、投資対象の特徴を知るということが第一歩だと思います。はい、で次の表を見ていいたただきたいんですけれども えー、主な投資対象資産の特徴をです、ね、こちら簡単にまとめてますで投資対象資産にはです、ね、株式をはじめとして債券ですとかコモディティこういったさまざまなものがありますでこれらはですねそれぞれ特徴が異なってましてハイリスクハイリターンのものからローリスクローリターンのものまでありますで例えば国内債券は価格変動が相対的に小さくてで為替の影響も受けないので、まあ、ローリスクローリターンの代表格と言えると思います で一方で原油などのコモディティですねこちらは価格変動大きいですので、まあ、ハイリスクハイリターンになります。なまあ株式については一般的にですね価格変動大きい投資対象なんですけれどもこちらの場合は銘柄によってです、ね、差が大きい投資対象でもあります、まあ、例えば自動車株のような輸出株とですね不動産みたいな内需株ここではまあ為替の影響全然違いますしあと半導体関連株と医薬品株では業績の安定感も違いますということです。はい よってまあ株式については銘柄別の分散も考える必要があるというのもポイントになりますけれどもまあこれについてもでおのおのの銘柄の特徴を知るということがまずは第一歩になるとということですね、うんはい、銘柄を知ることが第一歩ということが分かりましたえ次に気になるのが分散投資の効果なんですけれども実際に分散投資をした場合の効果というのはどの程度あるんでしょうか、はいえー、ではそれを試算してみたいと思います。こちらの図表をご覧ください。はい えー、まずこちらの図はですねそれぞれの資産に投資していた場合どれぐらいのリターンを得られたかというのを示していますでこれを見るとですね、えー、例えば国内株式に投資していた場合、えー、2017年は資産が22%増えて最も高成績でした、うん、でその次の年の2018年にはマイナス16%に国内株式になってしまってますからいきなりワーストパフォーマンスになってしまったということが分かると思います、はい そしてまあこれ全体見ますとまあ毎年のようにですねこうトップパフォーマーの色がコロコロ変わってると思います、うん。 こういったことたちで、毎年ですね、トップパフォーマー変わるんですけれども。それを毎年的確に当てていくていうのは、まあ、結構困難だというふうに考えます。うんまあ、確かにこれ当てるというのは難しいですよね。はい、一方で、この表を見てみますと、えー、赤色の分散投資。というのが真ん中あたりに並んでいるのが目立ちますね。そうですね。まあ、表の中にある、この分散投資っていうのはですね。これ、図表の中にある七つの資産。まあ、八まであるんですけど、分散投資の除いた、は、七つですね。はい、これに均等。 投資しした場合というのを表してますでまあ当たり前なんですけれども、まあ、7つに均等に分散しているので、まあ、そのリターンが1になることもなかったですけど最下位になることもないと。 で短期的なパフォーマンスのブレを効果的に抑えつつ、まあ、真ん中ぐらいのこのリターンを確保するということができているということを示してますね。まあ、確かに分散すれば平均的なリターンは得られそうですね。でもそれは本当にこう効果的にパフォーマンスのブレを抑えていると言えるんでしょうか。そうですね。まあ効果的に抑えていると言えると思います。はい、はい。まずですね、運用の世界ではその通常ですね、リスクっていうのは 価格ののの変動のブレ幅のことを言いますね、はい、でそしてまあ資産配分を工夫すればですね、うん、この価格のブレ幅とリターンというのは、まあ、ある程度はコントロールが可能でしてそれがまあ分散投資の真髄みたいなところになります。はい、でこちら次のフリップを見ていただきたいんですけれどもこれですねあの国内外の株式と国内外の債券4つですね分散投資したときを考えてみます。でこのの配分の組み合わせ、まあ 何に何パーセントずつ投資するかはですね無数に選択肢存在するんですけれどもより良い組み合わせというのは各資産の値動き過去の値動きから計算で導くことができます例えばまあ過去15年の値動き元にしますと国内株式のリスクというのは17.1%年平均リターンはプラスの10.7%でしたでそれに対して B の記号のポートフォーリオですねこちらは、えー 国内株式11%、外国株式75%、で国内再現5%の外国再現9%って形で投資したものですね。こちらにいきますと、リスクはですね国内株式100%の場合と同じにもかかわらず、年平均リターンはですねプラス14.3%と、まあ、より高いものが狙えるというような形になっていますで。同じように C の記号のポートフォーリオですね。 こちらもですね国内株式100%と同等のリターンを狙えるのにもかかわらず年ごとの価格のブれ幅、まあ、いわゆるリスクなんですけれどもこれは国内株式100より抑えることとがでできているといるう形です、うん、このようにまあリスクとリターンというのは過去の値動きから計算することができまして同じリスクの下でリターンが高い組み合わせこういうのを探すことができるんですね。 で最もです、ね、同じリスクの中でリターンが高い組み合わせこれをグラフ上で線で結んだものというのを有効フロンティア曲線というふうに呼んでいます。 まあこ,れこのライン上で運用するのが、まあ、運用効率のいいお手本のような資産配分と言われてますね、うん、その有効フロンティア曲線で運用するのが効率がいいということは分かるんですけれどもこれ、自分で計算するのはなかなか難しそうですよね。なのでまあ過去の値、ね、動きを参照する期間を変えることによっても結果って変わってきますし、うん、まあ有効フロンティア曲線もです、ね、常に同じ位置にあるわけではないんですね。ですからまあ自分で計算するのはかなり難しいと思います。 でもし有効フロンティア曲線を元にした運用に興味があるという場合はですね、まあ、やはりまあファンドラップのようなですね投資商品を選ぶのが適していると思います。でリスクとリターンのバランスをですね最適化してくれてで自動でリバランスも行ってくれるのがファンドラップという商品ですから、うん、まあリスクを抑えたですね分散投資考える際の有力な選択肢になると考えています。 この時間は分散投資の効果と題してお伝えしました以上金融経済教育人生100年時代の投資教室でした